ずっと何かを、誰かを探している。そういう気持ちに取りつかれたのは、多分あの日から。あの日、星が降った日、それはまるで、まるで夢の景色のように、ただひたすらに美しい眺めだった。ああ、このまま僕たちの声が世界の端っこまで消えることなく届いたりしたらいいのにな。そしたらね、二人でどんな言葉を話と、消えることない約束、二人でせーので、覚えてない。名前は？三葉。お姉ちゃん、何しとるの？いや、すげえ本物っぽいなって。え？お姉ちゃん？何寝ぼけとるの？ご飯！はよ来ない！あんたが食べや。おはよう。おはよう。お姉ちゃん、遅い。明日は私が作るでね。食べ過ぎかな。まあ、いっか。今日は普通やな。え？昨日はやばかったもんな。え、ちょっと何？町役場から朝のお知らせです。来月20日に行われる糸守町町長選挙について、町の選挙区1200年に一度という彗星の来訪がいよいよ一月後に迫っています。彗星は数日間にわたって肉眼でも観測できると見られており、いい加減仲直りしないよ。大人の問題。世界中の研究機関は
観測のための準備に追われています。